しかしあのブルースのところはどうしたらいいんだろうな。ん？うわー、おーおーおー、ヘビがトルネードを出してきた。うわー、ここはってことは逆にエアーマンがいいのかな。いて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 、あぶね、痛い。いや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 、これ厳しいな。あれ避けづれな。敵の攻撃がすごい避けづらい。あ、回復したい。危ない。うわ、あ、くっそ。うわ、くっそ。ここ難しい。あー、ビビらずに倒した方がいいかもな。これはこれでいい。あー、あぶね、あぶね。よし、よしよしよし、オッケー、よしよしよし、うん。なんだ、でかいぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかすげえのやってくるから、どうせ。気持ちの準備だけを。うん、あ、あれ？うわー、そういう感じか。あぶねえ、しかも今押し出されたぞ。これもう一回出てくるだろ、絶対。なんだい、これは。ん？うわ、ちょっと待って、どうすんの、どうすんの。え、全くわからん。え、分かったけど、分かったけど、この泡のところにいろってことか。おお。すげえスクロールだ。なにこれ、すごいね。あ、ちょっと待って、え、なんだな、横の流れが来てるか。危ない危ない。あ、違う、横の流れ俺が作ってる流れ。あ、やばい、これはまずい、これまずい。おお、生きてる、俺生きてる。あ、ちょっと待って、あー厳しい、あー厳しい。これ打ち損じるとめんどくせえな。いや、待て、おお、危ねえ。回復欲しい。お、ゴールかな。いやー、ここは難しいステージだしな、本当に。でもちょっと面白かった。ゲイ、行こう行こう、次なんだ。ぬ、次あたりクラッシュマンとか来るんじゃないかな。ん、おーおーおー、クイックマンだ。ってことはクイックマンにはメインは目を置いて、すげえ、メットがクイック打ってくる。おー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 、まあまあ、でも、あー、うんうんうん、まあ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 、まあ、うわー、めんどくせー、うわ、めんどくせー、うー、めんどくせえ、うー、くそ。お、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 早っ、早っ、ちょっと待って、早い、待って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 、早い早い早い。うわー、くそ、これ厳しい、早いな。よし、よし、もう来ないか、まだ来るか。よし、あー、これ早っ、まだいるじゃん、危ない。おー、クリアした。あー、もうあと一機だ。ほい、次行きましょう。次は誰だ。ああ、リーフだ。すげえ、マグネットとリーフのコラボがあったよ、今。じゃ
じゃあウッドマンにする。でもウッドマンジャンプ力ないからこういうとこ落ちそうだもんな。いてえ、危ねえ、あ危ねえ、あ引き寄せられるんだ。あくそ、しまったな、引き寄せられるのかあれ。うわー、いやらしいなこれ。いやー、いて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 、よし、オッケー。うわーん、復活がうざい、くそ。よし、まあでもまあまあまあいけてるっちゃいけてるな。よし、うおお、びっくりした。んこの子たちももしかしてリーフバリアやっぱりあるんだ。飛んでる飛んでる、危ない。おー、よく避けたね。あの子がうざいな。おお、めっちゃ飛んできた。あ、ちょ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 、危ねえ。ほっ、よし、おーし、クリアした。よーし、なんとかクリアして、で最後のブルースのところだよね。あそこどうしたらいいんだろうな。ゼロ機か。とりあえずエアーマンで行ってみようと思います。ブルースが仲間なんだよねこれは。あ、今取らなければよかったのかな。敵が出たところをもうエアーマンですかさず撃ち落としていく。あ、こっちを撃ち落としていく。あ、痛い。上の落ちてくるやつを気をつければ大丈夫じゃないかな。あとはブルースも頑張ってくれるからな。うん、あぶない。あの上にさえ当たらなければ。あ、トンボも来るのか。でもなんとか、いてー、あのトンボはなんかクラッシュ打ってきたな。危ない。ちょっとブルースさん、これいつまで続くの。え、耐えきればいいの俺はこれを。危ない危ない、痛い、トンボがうざい。おお、すごい量だな。うわ、危ない。ちょ、あれ今どっから出てきたトンボ。うわ、トンボ、いやトンボ、ちょっと待って、トンボ対策どうしよう。あれ、おお、いい感投げた。あ、じゃあありがたくいただきます。それ取っちゃったらどうするんだよ。よーし、ありがとう。うん、オッケー。よーし、ということでこれで終わりかな。終わりなのかな。ん、あ、よーし、難なくクリア。面白かった。え、でもボスラッシュじゃないんですね。いやーでも面白かったですね。よーし、いい感も全開ですし、これもいい感じですね。よーし、じゃあ一旦切ります。はい、というわけでなんだかんだでいい感じに来てますよ。ちょっと喉の感じがひどくなってきましたけど、この分で言ったら本当に2時とかかからなそうですね。うん、多分これって、うん、この後ラスボスが来てワイリーが来て終わりなんじゃないですかね、多分。よーし、楽しくなってきた。でもこっからなんだよね。
大体ね、ワイリーが倒せるか倒せないかっていうのがね、一番の難関ですから。うん、いい感じ。風ですね、これは多分ね。ちょっとね、先週の土曜日、違う、先週の金曜日あたりからね、どうもね、喉がね、痛くて、治ってきたかなーと思ったらまた痛くなっちゃうっていうね。パチパチありがとうございます。うん、でもこうもっと苦戦するかなーと思って始めたんで、全然逆になんかこうあまりにもスムーズすぎてちょっと怖いですね、この後が。よーし。ちなみに原作だと今のところはボスラッシュなのかな。はい、ご自愛します。なんかこうお酒とかをね飲んだり、あとこうやって叫んだりすると良くないって分かってはいるんですけどね、分かってはいるんですけどね、酒は飲みたいし実況もしたいんですよ。よし、スムーズイコールフラグ、その通り。私がスムーズって言った次の瞬間からスムーズじゃなくなるってのがありますからね。よーし、じゃあ行きますか。ちなみに生放送の方はどれぐらいやってるんですかね。あ、いやでもなんだかんだでもう1時間やってるんだ。スムーズとか言って1時間やってますね。余裕で。ちょっとじゃあ休憩入れましょうか、すいませんね、ね、トイレ休憩とか行きたい人いるかもしれないんで、じゃあ軽く休憩入れましょう。よいしょ。はい、それでは一旦休憩しまーす。よーし、はい、変えます。はい、お待たせいたしました。そしてグリングリさん、お待ちしておりました。間に合いましたね。今から最後のワイリーステージです。ということでお待たせしました、行きましょうか。よーし、ビシッとやって1時までに終わらせて、その後俺はダークソウルでもやろうかなっていう余裕をこいてるとね、どうなるかわかんないですけど、行きましょう。